木曜日の献立です。主菜はナスと鶏肉の揚げ焼きびたし、そして副菜青のりとちくわの和風ポテサラです。材料はこちら。それでは作っていきましょう。はい、ではまず鶏肉の下処理からしていきます。で、鶏肉は今回ね、胸肉使ってるんですが、もも肉だともう少しジューシーに楽しむことができるかなと思います。お好きな方をチョイスしてみてください。はい、で、胸肉の柔らかくなる切り方なんですが、ここにね、あの筋がね、こうスーッて線が入っていて、こっち側はこっちに入ってます。なので、そこの筋のね、線の切れ目のところをスーッと切っていきます。こんな感じで、上の部分はこうやって切り離します。で、筋に対してこう立つように切っていくとお肉が柔らかくなります。なので、こっちの筋に対してこっち側に切っていきます。はい、大きさはだいたい一口大ぐらいかな。切っていきます。先ほどとした上の部分は筋がこういう風に入っているので、縦に切っていきます。これをするだけでとても鶏胸肉もね、柔らかく味わうことができるので、まあ、今回のレシピに限らずぜひいろいろと試してみてください。こんな感じ。そしたらお肉に塩と胡椒とお酒で下味をつけていきます。ナス切っていきます。ちょっとしたワンポイントテクニックなんですが、ピーラーとかでこうナスをね、こういう風に皮を剥いてあげます。その状態で輪切りにしていくと、少しね、こう模様がついて美味しそうに見えるね。なので、よかったらやってみてください。火の通り方もね、これ仕上げることによって非常に通りやすくなります。ただね、輪切りするのであんまり火の通りは関係ないかもしれないですね。そしたらボウルにね、入れていきます。そしたらこの中にお水を入れて少し置いていきましょう。はい、そしてインジナーは根の部分を落としてあげて、ザクザクと大体2センチから3センチくらいかなの、はい、そしたら長ネギはみじん切りで、鷹の爪は、まあ、輪切りまたはね、こういったみじん切りの形にしていきます。そしてこちらボウルにいろいろ入れていきます。で、ニンニクとね、生姜は今回チューブ使ってます。ではその中にお醤油で、お酢、みりん、そしてお砂糖を入れていきます。よく混ぜて、これもレンジで加熱していきます。だいたい600ワットで1分半ぐらい加熱します。ではまずナスを焼いていきたいと思います。油はサラダ油、温度はだいたい中火ぐらい設定しています。焼いていきます。でね、少し多めの油でこう少しなんか焼くように、揚げるように加熱をしていただけるとナスは美味しく仕上がります。で、ナスはこのまま浸しておきましょう。こちら先ほど下味をつけていた鶏肉に片栗粉を振っていきます。で、全体をよくなじませます。ポリ袋の中にね、入れてカシャカシャと振ってあげても均等に作るのでおすすめです。今回はまな板の上でやっています。お肉の大きさにね、合わせて片栗粉の量を調整してみてください。つけすぎも良くないんですが、つけなさすぎもね、良くないので、
で全体的に、ね、調整をしてみてください。そしたら粉付けした鶏肉を焼いていきます。片面にしっかり焼き色がついてきたのでひっくり返していきます。でね、粉付けしたものを焼くときは頻繁にねフライパンの中で動かしてしまうと粉がね粉の衣が取れてしまうのでそこはちょっと我慢して炒めていきます。はい、こんな感じでしょうか。しっかり裏面もしっかり丁寧に焼いていきます。はい、したらこんな感じでね、しっかり全面よくね色々がついて美味しそうに焼けました。お肉をね、ちょっと分厚く切っちゃうとなかなか火通りも大変なんですが、今割とね、カチョッとそぎ切るように切ってたりするので、まあ、しっかりと火も入っています。そしたら先ほどナスをね、漬けていたこの漬けダレの方に鶏肉も入れていきます。はい、入れます。入れました。そしたらこのね、液がしっかり浸かるようによく混ぜて浸していきましょう。そしたらちょっと染み込むまでちょっとだけ放置してから盛り付けます。そしたらしっかり漬けだれに浸かった鶏肉とナス盛り付けていきましょう。でね、このタレもねしっかり美味しいのでしっかりこうスーッとかけてあげるといいです。つゆだくで召し上がれ。まずは、じゃ洗ったじゃがいもに濡れたペーパーでくるんでいきます。ペーパー濡らします。はい、濡れたペーパーでよくくるんでいきます。こんな感じ。そしたらラップをしていきます。ラップをして、じゃがいもの大きさにもやってくるんですが、600ワットでだいたい6分ぐらいかな、火を入れてみてどれくらいが入ったかは後ほどまた確認します。じゃあ電子レンジ入れていきます。玉ねぎは上と下として、今回は繊維に沿って切るんではなく立つように切ります。なので繊維はこちら向きなのでこっちに切っていきます。ポテサラなので極めて薄くスライスしていきます。熱いとね、ちょっと食感がすごい柔らかくしなっとしてほしいので薄くしています。そしたら薄くスライスした玉ねぎを耐熱ボウルに入れて、こちらもレンジで加熱していきます。だいたい1分から2分ぐらいかな。で600ワットで加熱していきます。ちくわを斜めに切っていきます。そしたらじゃがいも、もうちょっとかな、追加で600ワットで1分半ぐらいさらに加熱していきます。そしたらじゃがいもレンジにチンしてきました。でね、大体触ってあ柔らかいなぐらい、めちゃめちゃ熱いので気をつけてくださいね。ちょっと柔らかくなったかなぐらいでいいと思います。で目安はまあ用紙とかでこうスーッと刺して、ほとんどね力を入れずにこのまま小指でもいけるんじゃないの、まあ、これぐらい柔らかいぐらいになりました。じゃがいも粗熱が取れたので皮を剥いています。そしたらマッシャーとかでねグーッとグーッと潰していきます。でね、まあこれがなければねちょっと大きめのフォークとかね、そういったものでもいいですし、まあ、なんか何かしらでねこうグッと押してほぐれれば何でも OK です。そしたら順番に具材を入れていきます。そしたら、ね、まずは天かす、そしてちくわ、そしてレンチンした玉ねぎ、そしたら続いて調味料入れていきます。まずは青のり、
全体にパラパラパラっと入れていきます、はい、そしてこちらめんつゆで、お塩で、決め手のマヨネーズ加えたら、あとはよく和えていきます。よいしょ、全体をよく和えていきます。よいしょ、はい、こうして全体がよく混ざったところで完成です。あと器に盛り付けていきます。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひね、参考にして作ってもらえると嬉しいです。そして概要欄にね、この企画をもう少しアレンジできる企画も載っています。今主菜と副菜だけなんですけれども、ご飯を混ぜご飯にしたりとか、もう一品出して作り置きしたものを足して少しボリュームアップしたりですとか、ちょっとね、汁物にワンアレンジするような企画ですとか、そんなね、アレンジ企画も載っていますので、ぜひね、自由にカスタマイズして華やかな、ね、食卓に演出できたらいいのかなと思っています。ぜひそちらもご覧ください。それではまたね。バイバイ。